金運爆上げ、日本の三大パワースポット徹底解説。こんにちは、皆さん。今日は金運を劇的にアップさせるための日本の最強パワースポットを3つご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。最近金運が低迷していると感じていませんか？日本には古くから金運を上げるための特別な場所、パワースポットが数多く存在します。今日はその中でも特に効果が高いとされる3つの場所を詳しくご紹介します。銭銭弁天、銭洗い弁天。最初にご紹介するのは神奈川県にある銭銭弁天です。この神社はお金を洗うことで金運がアップすると言われており、古くから多くの参拝者が訪れています。訪れる際のポイント、実際にお金を洗うための特別な場所が設けられており、ここで洗ったお金は使うことでさらに金運がアップするとされています。訪れる際には小銭や紙幣を持参するのがおすすめです。伏見稲荷大社、伏見稲荷大社。次にご紹介するのは京都にある伏見稲荷大社です。商売繁盛と金運アップのご利益があることで有名で、千代元鳥居が象徴的です。訪れる際のポイント、千代元鳥居を通り抜けながら参拝することでより強いパワーを感じることができます。また社殿でのお参りだけでなく、山全体を巡ることでさらに深いご利益を得られると言われています。宝登山神社、宝登山シュライン。最後にご紹介するのは埼玉県にある宝登山神社です。この神社は金運や財運を上げるための祈願が行われる場所として知られています。訪れる際のポイント、特に新年には多くの参拝者が訪れますが、年間を通じて金運アップを祈願することができます。また境内には金運を象徴するさまざまなオブジェが設置されており、それらに触れることでさらにご利益を感じることができます。以上、日本の金運をアップさせるための最強のパワースポットを3つご紹介しました。これらの場所を訪れることで新しいエネルギーをチャージし、金運を飛躍的にアップさせることができるでしょう。それぞれの場所での過ごし方やベストな訪問時期についても今後の動画で詳しくご紹介します。お楽しみに。この動画が役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。